ダメだ。どうあがいても勝てねえ。実力もなければ流れもねえ。結局俺はこの程度の人間だったのさ。そういや昔こんな動画撮ったっけ。皆さんこんにちは、ゆずきゆかりと。今日も明るいあかりです。漫画か何かで見たんだけど、ギャンブルの最中賭け金は絶対下げてはいけないの。前の試合1万円かけたのなら、どんなに負けると思っていても1万円以上かけないとダメなの？負けると思うならかけないでいい。多少は勝てる算段があるから賭けに興じられる。でもその勝てる算段が少ないなら賭け金を小さくしてもいいんじゃないの？甘い！小さく張っているから負けた時ホッとして、勝った時ちょっと後悔する。それじゃもう勝てない。負けても本気で悔しいと思えないならもう勝てない。落ちていく人の発想、救えない。どいつもこいつもギャンブルの本質を理解していない。その理論をちょっと応用すれば、初めから失敗を想定して保険をかけて動く人は勝てないと言える。ちょっとそれは言い過ぎじゃない？いや、正しいのかも。でもやっぱり。ということで、本日紹介する本はこれ。経営学者である著者は、失敗することがデフォルトであると考える。これによって一歩目を踏み出しやすくし、また失敗による精神への負荷を小さくできると唱える。ダメ元で動いていいならいろいろ楽だよね。こういういつでもどこでも失敗すると考える姿勢を絶対悲観主義としている。この本は前半は絶対悲観主義の詳細を、後半ではそんな著者が今何を見ているのか記した一冊。ねえ、最初に言ってた自らハードルを下げる人は負け癖がつくという話、絶対悲観主義に相反すると思うわよね。私なりに考えてみようかしら。まず絶対悲観主義の根底には、現状では失敗するから改善を図るという精神が隠されている。本の前半にそう書いてあるんだね。ええ、でもこれが相当難しいと私は思う。絶対悲観主義では、努力しても失敗があると考える、成功する確率が上がるとか、そんなケチな話はしない。期待しちゃいけないんだね。それでも努力できるって結構なメンタルお化けじゃないかしら。お米食べろ。そこで著者は、不幸の反対は没不幸であり幸福ではないと訴える。挑戦すれば失敗するけど、失敗しないことが幸せではない、そう言いたいんだね。でも絶対悲観主義者は絶対失敗すると考える。じゃあ動かずに没幸福没不幸を得るのが最適にならないかしら。いやい、絶対悲観主義はやらないことで生じる失敗を考慮しないの？つまりその、やっても失敗するし、やらなくてもお先真っ暗、もうマジ無理、そんな感じで全てを悲観するのかという問いね。そう、それ。本の中にはやらない失敗についての記述は見当たらなかった。むしろ一貫してうまくいかないと思うけどちょっとやってみる、それが大事って言ってる。ポジティブすぎない？そうなのよ。本の後半に著者のエピソードが書いてあるんだけど、それが超前向き。集客ほぼゼロのバンドを組んで楽しんでいたり、シリアスな場面で自分のハゲ頭を利用して笑いを取ったり、かなりのポジティブ思考だから絶対悲観が可能なんだと思う。あ、著者は楽観すぎるから悲観を取り入れてバランスを取っているんだ。なかなかいい考察だと思う。乳酸菌みたいに人には人の悲観具合があるのよね。ちなみにゆうこちゃんはどれくらいがちょうどかな？彼女は根が悲観だけど、綿密な計画を立ててその悲観を排除していく。ほうほう、考えるタイプだね。そして悲観が全部なくなったら楽観になって針金オールインしちゃうタイプ。いけると思った瞬間視野が狭くなるタイプだ。昔ポケウォーカーというマンポケとたまごっちとポケモンが合体したゲームにハマっていて、学校にまで持ち込んでいたの。陰キャ型の不良じゃん、やば。ゲームはしていないわよ、歩数を稼ぎたかっただけ。教師にバレないように周到に動いてたんだけど、ポケットに入れたまま洗濯して壊しちゃったの。あの時のゆうこちゃんは本当に冗談抜きで自殺するんじゃないかっていうくらい落ち込んでた。死因ポケウォーカーは草でね。ゆうこちゃんは考えられる人だから、落ち込んでいる時間が一番無駄なの。だからやらかしたほんの一瞬だけ意識的に悲観できればいいと思うの。人間だから間違える、100点は取れない、今日失敗をしたのも当然だから、もうくよくよする必要ないよね。次のこと考えよっか
優子ちゃんはこれがいい。実際そう考えてみたら、仕事もうまくいって彼氏もできて宝くじにも当たったのよ。え？っていうのは嘘だけど、なんかいい感じ。みんなはどんな悲観主義かしら。コメントで教えてね、ゆずき法律事務所。弁護士を敵に回すとか超ストロングスタイルじゃん。怒られるよ。そん時はそん時よ。それが彼女に合った悲観具合だから。もしこの作品を読みたくなったら概要欄をチェックしてみて、購入先のリンクを貼っておきます。所要時間は3から4時間、高校生以上におすすめです。ご視聴ありがとうございました。ございました。なら、あかりが今やることは、よし、もう一勝負。闇に舞い降りた天才あかり茂、その瞳の奥は底なしの闇。これがその伝説の始まり。